1回戦を勝った南葛中の2回戦の相手は神奈川県代表錦ヶ丘中。この試合1回戦で怪我をした翼を休ませようと南葛の選手たちが奮起。その結果試合は6対0で南葛中が勝利。危なげなく次戦へと進んだ。そして3回戦の相手は秋田県代表花輪中。翼とは小学校の時に対戦したことのある立花正夫和夫の兄弟は打倒南葛に秘策を持って挑む。花輪中の立花兄弟はアクロバティックなサッカーを得意としている。しかし彼らのプレーに惑わされては相手の思うツボだ。自分たちのペースを守って昨日の錦ヶ丘戦の時のいいリズムを忘れず思い切っていけ。はい、今日は行くぜ兄ちゃん。ああもちろんさ。小学生の全国大会、俺たち兄弟の攻撃を止めた翼と美咲の南葛ゴールデンコンビ。でも今は南葛に美咲はいない。すなわち俺たち二人が今最強のコンビということだ。俺たちの空中サッカーで目に物見せてやるぜ。さあ南葛対花輪の一戦は試合前から両校の応援が盛り上がっています。この一戦にかける花輪中は昨日の試合の倍以上の応援団を地元の秋田県から繰り出してきました。それだけ優勝候補南葛の打倒に燃えているのです。久しぶりだな翼。うん、小学生の時以来だね。今日は俺たちの実力の全てを出させてもらうからな。悪いが南葛の連勝記録もここまでだぜ。けっ、そうはいくかい。お前らの空中サッカーは俺たちには通用しないぜ。相変わらず元気なやつだな。あの時みたいに今日もオウンゴール頼むぜサール。なにを。美咲のいない今お前一人じゃ俺たち二人は止められないぜ。確かに美咲君はいない。でも今の俺にはチームのみんなが大勢の仲間がいるんだ。行くぞトライアングルシュートだ。立花和夫君ゴールポストに向かってジャンプ。これは立花兄弟得意のゴールポストを蹴り上がってゴールの遥か高みから攻撃を仕掛けるトライアングルシュートだ。そうはいくか。君、和夫君、ポストが揺れてジャンプできない。ボールは森崎君ががっちりとキャッチ。どうだ見たか俺様の空中サッカー破り。いいぞ石崎、
ない頭でよく考えたな。まさにサルジエだ。アハハハ、なんたって俺は昔のオウンゴールの借りがあるからよ。くそ、やるしかないな、カズオ。兄ちゃん、カズオ、ここだ。おう、なに、行け。俺たちの真空中技、スカイラブハリケーンだ。これは決まった。これぞまさにアクロバットサッカーの真髄、立花兄弟の想像を絶するすごい真空中技だ。見たか、南葛、これがスカイラブハリケーンだ。よし、試合はこれからだ。アー君、このスライディングが決まった。鮮やかなジャンプ、これはごぼう抜きだ。あ、かわした。カズオ君、力をためて強烈のシュート。あ、はじきます。パスを受けた。そら、玉井君、このスライディングが決まった。高杉君、ここで止めた。それ、パスを回す。それ、どうだ。翼君、しまった。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。翼君、これは南米式のドリブルだ。シュートまで持ち込めるか。翼君、力を貯めて強烈なシュート。あ、弾きます。ここで止めた。パスを回す。岩見君、ここは抜かせません。ソラ君、激しいタックル。ソラ、よし、カーブ奪い返した。このパスは通らない。ここでスルーパス、ここでパスカット。そんな、翼君、お箱のヒールリフトだ。チャージが決まった。伊沢君、ここで止めた。ソラよ、かわした。アート、ドリブルを見送る。スライディングで止めた。ドラッ、リオリ君、ここは抜かせません。翼君、これは南米式のドリブル だ。ボールは友達、渡しません。武田君、激しいタックル。伊沢君、ここはパスを出した。それ。おっと、攻守交代だ。そうだよ、ボールを奪った。吉倉君、これはキャッチできない。伊沢君、ここは抜かせません。伊沢君、素早く横にかわす。伊沢君、ここは抜かせません。それよ、滝君、センターラインを越えて攻め込む。ボールダッシュ成功。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が加速します。玉井君、スライディングカット。カズオ君、パスを回す。高杉君、これは抜かせません。長野君、パスを回す。チャージが決まった。岩見君、シュート。得意のヒールリフトで抜いた。これは南米式のドリブルだ。チャンスが決まった。守備陣の隙間を狙う。ジャンプ1番かわした。カズオ君、次々にかわしていく。飛び越えた。カズオ君、ジャンプシュートでゴールを狙う。森崎君、このシュートに反応している。パントキックで大きく蹴り出した。ここで奪った。トワ君、ここで
止めた。それ翼くん、ボールは友達、渡しません。横をすり抜けた。大田くん、このスライディングが決まった。カズくん、ここからチャンスを作れるか。それ敵陣を切り裂く。力を貯めて強烈なシュート。これは反応しているぞ。あっと、これを弾いた。カズくん、シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、少し後退だ。それ相本くん、ボールを奪った。木杉くん、ここはパスを出した。それそれ南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。翼くん、ここからチャンスを作れるか。豪快にシュート。ここからシュートを打っていく。なんとか防いだ。伸ばして振り切った。パスを回す。相本くん、激しいタックル。翼くん、このスライディングが決まった。渾身のシュート。吉倉くん、決壊のセービング。あ、キーパーごと突き抜く。あれを決めなくちゃ男じゃない。もらった。れそれ、もらった。送る。パスを受けた。それ。横をすり抜けた。木杉くん、ボールを奪うことができません。チャージが決まった。玉井くん、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。それ。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。ぶつかっていった。あっと、奪い返した。伊沢くん、ここは抜かせません。スライディングで止めた。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。パスを回す。中杉くん、ここは抜かせません。それ千代田くん、ボールを狙うも届かない。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。ここからチャンスを作れるか。高田くん、ここで止めた。伊沢くん、ここは抜かせません。それ木杉くん、ここからチャンスを作れるか。ここで前半終了の笛だ。立花兄弟のビッグプレーもあって、南葛中と花輪中、両者譲らず同点で試合は折り返しです。スカイラブハリケーンか。こりゃ厄介になってきたぜ。でもあのシュート、足には相当の衝撃があるだろう。だからそう何回もはできないはずだ。おお、なるほど。とにかく俺たちは俺たち、相手に惑わされず自分たちのサッカーをすることだ。よし、行くぞ。後半戦。カズオ、足は大丈夫か。ああ、まだ大丈夫だ。何せこのシュートは足への負担がかなり来るからな。ああ、そう何度もこのシュートはできん。だけどあと30分なんとか持たせてみせるなあ兄ちゃん。もちろんだ。血の滲むような特訓で編み出したこのスカイラブハリケーンでこの試合必ず勝つぜ。大丸、後半の初っ端頼むぜ。へへっ、OK。開始。
行くぜ。行くぞカズオ。おう。くそ、俺は翼、一人でも高く飛ぶんだ。おう、このままじゃ頭を。大丈夫かマサオ。翼が俺をかばって。え、翼か、肩を。翼だ、大丈夫、これくらい試合には。翼、一旦治療を受けてこい。ああ、そうしろ。審判、一度翼を外に。両チームが給水タイムを取っている間に、応急処置を受けた翼くんがフィールドに復帰します。どうやら肩を脱臼していた模様ですが、本当に大丈夫なのでしょうか。翼、大丈夫か。うん、大丈夫。もうあの防ぎ方はできないけど、プレイはできるよ。さあ、残り時間、気合を入れていこう。翼、俺たちは手を抜かんぞ。ああ、それが勝負の掟だ。クロスに合わせに行く。ゴールキックから再開です。翼、このパスは通らない。カズオ君、飛び越えた。必殺のシュートを放った。高杉君、これをブロックに行く。そら、あと、このボールをブロック。翼くん、これは南米式のドリブルだ。行くぞ。ボールは友達、私だぜ。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ここからシュートに持っていく。渾身のシュート。吉倉くん、ボールはまだ生きている。さあ、ボールを抑えた。タッチ、シュート。翼くん、こぼれ球を切り、武田くん、激しいタックル。カズオくん、パスを回す。南くん、ここは抜かせません。そらよ。杉くん、ここはパスを出した。滝くん、敵陣へ攻め込みます。翼くん、そんな、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。翼くん、必殺のシュートを放った。吉倉くん、これはキャッチできない。杉くん、ここから打ってきた。パントキックで大きく蹴り出した。このパスを取らせる。ジャンプ一番かわした。伊沢くん、ボールを奪うことができません。相本くん、ここで止めた。浜井くん、スライディングでカット。それ。パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。三沢くん、ここは抜かせません。いけ。浜井くん、このパスをカットします。中村くん、パスを回す。小田くん、激しいタックル。翼くん、これは南米式のドリブルだ。南勝、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ボールは友達、渡しません。もらったぞ。何、これは南米式のドリブルだ。翼くん、必殺のシュートを放った。横っ飛びで鋭く反応、懸命に勝ち出した。誰の守りは詰めた。ならば、ここは抜かせません。ここでコーナーキック。決めなくちゃ男じゃない。ロリア、
破で見せます。大本君ここで止めた。あのとぶつかっていった。翼くん、ボールの友達、渡しません。シュートを放った。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。翼くん、ここはパスを出した。ボールを奪った。翼くん、スライディングでカット。高杉くん、激しいタックル。翼くん、このヒールリフトだ。大丸くん、ここで止めた。石崎くん、ここで奪った。ここはパスを出した。翼、これは南米式のドリブル だ。ボールは友達、渡しません。大丸くん、タックルも決めた。伊沢くん、ボール出し成功。ラスト奪い返した。キーパーからのリスタートです。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。キスミ君、パスを回す。翼くん、豪快にシュート。さあ、ボールと真っ向勝負。吉倉くん、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。ここはパスを出した。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。翼君、これは南米式のドリブルだ。それ作戦、ここはパスを出した。ここでついに試合終了の笛です。南葛中ベスト8進出一番乗り、立花兄弟の空中サッカーをもってしても大空を飛ぶ翼くんには届きませんでした。
先生、翼の状態は？一応テーピングで肩を固めてある。だがどこかにぶつければまたすぐ関節が外れる心配がある。でもまあ、なるべく接触プレーを避ければ試合には出られる。そうですか。先生、ありがとうございます。なーに、サッカーに怪我はつきもんじゃ。それにチームの柱がいないんじゃ史上初の V3 は無理じゃろ。肩は大丈夫か、翼？立花君。なんて言っていいのか。すまんな、俺のせいで。いや、これは不可抗力だから仕方ないよ。それより、わざわざありがとう。サル、今日はナイスファイトだったぜ。サルだけ余計だ。俺たちの分も頑張ってくれよな。うん、任せとけって。必ず優勝してやるよ。あれ、あそこにいるのヒューガと松山じゃないか。本当だ。ヒューガ、なんで試合に出ないんだ。まさか怪我でもしてるのか。怪我なんかしてねえ。じゃあなんで。お前には関係のないことだ。関係なくはない。小学校の全国大会、宿舎の食堂でお前と喧嘩した時に俺は誓ったんだ。この借りは試合で返すってな。それがまだ果たせてない。昔のこと。とにかく俺たちは翼を倒し、決勝でお前を倒すつもりでいるんだ。何があったか知らんが、決勝には必ず出てこいよ。なんだよヒューガ、今日も試合に出てないのか。石崎、いくら東邦学園のゾーンに強敵がいないからって舐めてかかると思わぬ落とし穴があるぞ。ちゃんと決勝まで勝ち残れるんだろうな。心配するな、決勝ではちゃんと相手をしてやるよ。じゃあヒューガ君、怪我じゃないんだね。ああ。じゃあ3年連続で南葛と東邦で決勝戦をやろう。お前こそ決勝までには体調をベストにしてこい。じゃねえと潰しがいがねえからよ。じゃあな。ヒューガさん。どうした、たけし。さっき武蔵中の美杉さんが来て、ヒューガさんに伝言を頼まれたんです。それで。そうか、なんて言ってた。翼くんを倒せるのは君しかいない。決勝戦を楽しみにしている、だそうです。チッ、どいつもこいつもこんな俺にいらぬ心配などしやがった。あのヒューガさん、見てろ、必ず出てやる。そして必ず優勝してやる。